県内でサッカー熱が高まる中、新潟市で今日、サッカーアルビレックス新潟のクラブ幹部とサポーターによる意見交換会が開かれ、来シーズンの方針などを共有しました。会場には90人のサポーターが集まりました。今日は来シーズンから始まる J1 の舞台に向けてどのような体制を整えていくべきか意見交換が行われます。今日、新潟市中央区で開かれたサポーターカンファレンス。冒頭、アルビの中野幸雄社長が J2 優勝、J1 昇格を支えたサポーターに感謝を伝えました。意見交換会でサポーターからは、J1 での戦いに向けてどのようなチーム編成を検討しているのかといった質問が出されました。来シーズンの構想について寺川強化部長は、少し入れ替えしながら、今いる選手たちとはちょっと違ったタイプの選手も何人かは新しい位置を入れたいなと思ってます。集まったサポーターは、さらなる高みを目指すチームの方針に期待を寄せます。来季戦う上で必要な選手を取ってきて、どんどん今季のアルビのサッカーをさらにバージョンアップさせてってくれ、してってくれれば大丈夫だと思ってます。比較的若い選手が本当に成長してくれた中で、そういった力をベースに来年補強すべきところは補強したいと思っております。